来てくださいまして、いろんなあの暴露を暴露そんなにしましたっけ。いや、園田がホモだっていうぐらいしか。それなんか相当なんか、はい、園田がホモだってあの言い切って言ってはい、それは結構反響がねえ、ファンの間ではああやっぱりみたいな感じになってたんです。いや、やっぱりですよね。いや見ればわかりますよね、なんかね、園田のホモ説、はい、確かにあいつもちょっと優しさありますよ。本当ですか。はい、特にね、お風呂で優しいんですよ。今日お疲れ様でした。ボディーソープ持ってきてくれるんですよ。だから、いや、男ですよ。男ですよ。園田男です。そうですよね。そんな暴露を、そんなギリギリな暴露したの。いや、もうね、ホモなんで。フォローしたのよ。火に油みたいな感じになって、本人に出てもらわないといけないですね、その。ねえ、出てほしいけど。新しいやつくださいよ、新しいやつ。最近、なんだろう。誰がいいですかね。そんな面白いネタあるんですか。矢島。彼の秘密を知っていると。この前ちょっとお家に行ったんですけど、ええ、めちゃめちゃ広かったですよ。豪邸で。豪邸。矢島家。はい。じゃあ足りないか。まあサッカー選手で活躍してたら普通で続いてます。サッカー選手でやっぱり家はでかいだろうみたいな。あとなんだろうな、やっぱ前からいる選手じゃないと分かんないんで。いやでもリキ、あリキからよく吉田って聞くから。もうね、あそこなんかいいんですかやっぱり。はい、次はまあ毎週日曜日は電話かかってきますね。なんかよ。でそれ何飲み、あお飯行こう。いや違いますよ、ちょっと毎週日曜日ちょっと恒例の行、はい、とかね、はい、そういう本当吉田と愛されてる多くて、はい、ちょっと会いたくて、ね、会いたかった。はい、みんなちょっと声かけてくれるんでありがたいですね。リキはリキに。ユウでいいですかじゃあ。ユウでいい、ユウでいい、ユウでいい。本当におならが臭いんで、本当に臭いんですよ彼は。でこの前ご飯食べ行った時に、今奥さんと一緒に住んでておならした時に。もう奥さんは微動だにしなくて、ほんと臭いんですよ。もうでも奥さんに何匂い分かってるって言ったら、もう慣れたから大丈夫っていう風に言ってて、それはもうみんなからしたらもうとんでもない匂い、とんでもないですよ本当に。あのイメージがなんかちょっと崩れましたね。はい、爽やか、ね、ユウ様みたいな感じだけど、はい、めっちゃおなら臭い。ユウスケは見たまんま臭いですよ。あれは臭いです。みんな何食べてるんですか。あれは臭い。やっぱり肉を食べてるからとか、そう、ああ、なんなんギラギラしてるからじゃないですか、ね、やっぱ。それやっぱ選手は、まあ、結構ね、移動でバスもある、新幹線もある、はい、お風呂も一緒になるって、そういうのってこうあんまり我慢すると良くないって言うじゃないですか、はい。みんなもう容赦なくブッブ行くんですか、はい、移動中、バスとかでも。そうですか。バス、新幹線とかやっぱ公共の場なんで、やっぱり他の様もいるんで、そういう時は気をつけた方がいいと思いますけどね、僕は。でも大体あのブロックでみんな座ってるから、そんなにあれでしょ、他のお客さんと、まあ、車両の中でね。いやいやいや、もうゆうすけさんレベルになったらもうとんでもないですよ。やばい、それやばいです、はい、密室はちょっとまずい。横の車両まで行きかねないですから。それは本当に、いや、ゆうが臭かったと知らなかったですけど。本当ですか、はい、でバスでやっちゃうとね、ちょっとまずいですよ。で僕は去年来ましたよ、あの風間監督がトイレ近くて、あの試合の帰りのバスで首都高かなんかでもう我慢できなくなって降りろって言って、どっかのコンビニかなんかでトイレ行ったとかなとか。確かに監督近いですよ。近いんですか。近いっすね。そういえば試合前とか、あ、また監督だと思って、またまたどこ行ったの。大体トイレです。出てくるのもすんごい早いんで。犬みたいです。犬並みに出してます。あ、そういえば前起きた気がナビスコかなんかの決勝の時に、国立かなんかみんなで行って、ええ、帰りに、まあ、トイレ我慢できないって一人言い出して途中で寄ったんですけど、それが園田っていう。バスもうちょっと降りてくださいみたいな。もう我慢できません。我慢できない。国立からここってそんな距離じゃないですよね。我慢できない。はい、続きまして、まだ大丈夫ですけど、時間変わりますか、はい、そのまま大丈夫大丈夫大丈夫ですか、はい、お時間許せば大丈夫。
まさかフナッシーじゃないよね、それ。フナッシーじゃないですよね。え、小泉さん呼んでもいいですか。